週刊誌にラブホテルに女性を引きずり込もうとしている写真がバッ。毎週日曜日、朝からネット界隈をざわわとさせるのが TBS サンデーモーニング。2018年12月2日の回もざわわ。秋篠宮殿下のご発言についてコメントを求められた寺島実郎さんは、秋篠宮とかね、呼び捨てしちゃって、さらに彼はとかね、鬼人たっとい人、まあ、ざっくりと言うと身分の高い方、こうした人を呼び捨てにすることによって、呼び捨てにした俺って偉い的な、まあ、勝手に相対化して、呼び捨てにするんだから俺様の方が、僕ちんの方が偉いもーんと、という実にまあこんな人たちがよく使う耳ちい手口に私には見えました。また同じく秋篠宮殿下の発言について、松原浩二 TBS 社員はこう指摘します。保守系の中には、天皇は祈ってだけいればいいという人もいる。どこにいるんだよなんつってね。あ、もちろん多様な言論が認められている我が国では、いろんなトンチキな意見を言う人もいるでしょう。しかし、そんな極論とか暴論とかトンチキを持って保守系とかって、そんなこと言い出したら、こんな人たちの中には、安倍てめえぶった切ってやるとか言うね、大学教授さんとかいるじゃないですか。殺人予告ですよ、テロ予告ですよ。もうこんな人たちはテロリストですか。白がなんか言ってます。そんなサンデーモーニングの中で、これはいくらなんでもと思ってツッコミを入れた、ツッコミを入れたところ、それがバズりました。バズるとはいわゆる拡散です。ブワッと広まって、ここのところ足踏み状態だったツイッターのフォロワーさんがトン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 と増えちゃいました。それで調べてみると、シェアニュースジャパンという、まあ、いわゆるまとめサイト、こちらの方でご紹介いただいたみたいで、このツイートには4000いいねがつきました。何かといえば、サンデーモーニングの中で紹介された、あのプリンセスパコリーヌ周4こと、あの山尾志織議員の発言。彼女は移民法、失礼、入国管理法の改正に関する質問で、安倍総理にこう尋ねます。総理は単純労働には拡大しないという、単純労働って何でしょう、特段の技能も経験も知識もいらない仕事ってどういう仕事ですか、みたいな感じで質問をされていました。番組はこれに対して安倍首相が明確に答えないという編集の仕方をしていたんですが、そこで私は僭越ながら不尊にも安倍首相に代わってツイッターでこう答えました。安倍首相に代わっておいらが答えよう。お前ら野党の仕事だよ。ガソリン代ごまかして週4で不倫して離婚してもハイハイしてもラブホリに引きずり込もうと豪官まがいのことをしても批判されない、君らこれがガッテンガッテンガッテン正論だとかつってブワッと広まって4000いいね。まあ、性格を期すならば、不倫についてはご本人たちは否定されております。ただその疑惑を払拭するだけの十分な説明はなされていないので、不倫への疑惑はブク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 で、その果てに離婚しましたとさ。しかも大噂となった弁護士先生様のご家庭も放火、まあ、こうした状況証拠だけ見ればもう疑惑かな、疑惑と呼べるのかなっていうレベルながら、これへのマスコミのツッコミはぬるいというより、しない、ほぼほぼしない。週刊誌が報じた直後のみ、記者会見、十分な説明もしてなかった記者会見でおしまい。もちろん選挙というみそぎを経ているんで、議員としてのお立場にどうこう言うつもりはありませんが、しかし保育園落ちた、日本死ね、子育て大変とかね、それで名を売ったと言っても過言ではない山尾しおりさんが週4回もホテルで密会していて、そして不倫は否定しましたが、その果てに離婚ならば、ここはやはりもっと説明責任を求めるべきではないかと私なんかは考えますが、マスコミはそれをしない。地球4周とか4周半ですかのガソリン代にしても怪しければ、ハイハイ青山とか、あのタクシーでジッパーを下ろしたとか下ろさないとかっていう葛飾議員に至っては、週刊誌にラブホテルに女性を引きずり込もうとしている写真がバッチリ撮られていて、その直後の直撃取材を受けた葛飾議員は、まあ、ざっくりと言うと、どうして不倫するんですかみたいなこと問われて、性のはけ口はけ口とね、答えてるんですよ。私ね、率直にその記事を見てこう思いました。女の敵、ね、女性の人権とか言ってる人たちはここ絶対騒がなければいけない案件、それこそこれでしょ、これ MeToo
女性を性のはけ口ですよ。そんなこと言う男がのうのうと今も国会議員をやっているとさ。それは端的に言ってマスコミがこうした特定野党を批判しないからです。もちろん政治家というのは国民の代表で、その国民の代表の中には特段の経験も知識もないよっていう代表が選ばれることもあるでしょう。しかしそんなのばっかりじゃ困っちゃうわけですよ。国会議員の仕事というのは地元の声を中央政府に届けるという役割もありますが、同時に国会議員になる前、議員になる前の知識や経験、これを踏まえてそれを国政に生かす、こうした役割も求められるんですね。ところが日本の特定野党のお仕事といえば、週刊誌とかネットの噂を見て、週刊誌に書いてあることは本当なんですかとかお尋ねするだけのお仕事。そんでもってたまにプラカード持ってミートゥーとか叫ぶだけのお仕事。だから特段の知識や経験がなくてもできる仕事って何ですかという山尾しおりさんの問いかけに、不詳私がお前らの仕事だよとお答えしました。そしてネットでダーンと拡散。最近国会では山尾しおりさん大活躍のようで、身代わりに合わせた、平成が終わって次の元号を迎える、次の天皇陛下をお迎えする、このタイミングが来年の2019年の4月から5月にかけて行われるんですが、やってくるんですが、ここでお休みドーンドーンの10円給となることについて、山尾さん病院とか大丈夫なんですかみたいな質問をされておりました。これに即座にネット民がツッコミを入れていました。18連休取ってるお前らには言われたくねえよと思ったも。もちろん近頃の医療機関、医療体制というのは休日も祝日もちゃんと体制を取っております。どこかの職業の方々のように18連休ドッカーンと取って、ウェイボーでナシゴレン食べてましたとかね、そんな無責任な職場って私が知る限り国会議員ぐらいしかないんですよ。この18連休に代表されるように本当はマスコミが正しく批判しなきゃならないんですね。権力を持っているのは与党側、政府側だけではなく、国会議員というその立場自体がもはや権力なんですよ。国家権力を批判する、それは我々一般庶民にだってできます。ただそれを国会議員という立場で、さらにマスコミに伝えるという特権を持っている国会議員は一つの権力ならば、マスコミはこんな人たち側の権力も批判しなければならないにもかかわらず、それをしないマスコミというのは工作員に見えて仕方がありません。マスコミがね、国会議員の先生方、国会ね勝手にサボっちゃダメダメって教えてあげないから、こんな人たち系の特定野党の議員の先生方は、あ、国会行った好きな時に行って好きな時に休めるんだ、そんでもったらたまにプラカード持ってエクササイズ高く上げてストレッチさらにこのプラカード内輪にもなります。文字通り左内輪でユーンといったように、国会議員は国会サボっちゃダメなんですよってね、教えてあげないマスコミはやっぱり工作員的な匂いがプンプンとするわけですが、一方でこのマスコミにもものすごい問題があるんですよ。何をお前当たり前のことを言ってるんだ。いや、まあそうなんですけれども、マスコミに問題はいっぱいあるんですが、これはこんな人たち系マスコミだけではなく、こう真ん中ぐらいにいる普通の、まあ比較的普通のマスコミでさえ、マスコミ病といえる村社会の論理病理にはまっちゃってるんですね。まあ、例えば国会18連休ドカーンの休みにしても、審議拒否にしても、これは国会戦術だとかね、マスコミは解説してみせるわけですよ。だがちょっと待ってほしい。バスの運転手さんがバスの運転しなくって、八百屋さんが野菜売らなかったら、普通は給料もらえないし生活できないんですよ。ところが国会議員の皆さんは好きな時に行って好きな時に休める。なんじゃそりゃ。そしてそれを半ばしょうがないと、まあ、こちらだけではなく全てのマスコミが、既存マスコミがほぼほぼ許してるんですね。さっきの内閣改造で柴山文科大臣が就任初の記者会見で、教育直後を OK としたとかっていうミスリードの報道がありました。今大臣の会見というのは文部科学省のホームページとかで全部公開されているんで、全部見てみると、教育直後云々という話はツイッターでフォロワーさんとのやり取りから始まっていて、それはカリスマボランティア小畑春夫さん、彼を柴山大臣が素晴らしいと、まあ、ざっくりと言うと素晴らしいと発言したことについて
フォロワーさんがどうしたらこんな人が増えるんでしょうかみたいなことを尋ねて、柴山さんはやっぱ戦後教育とかね、ちょっと見直さなきゃダメなんじゃねえの的な、まあ、ざっくりと言うとこんなような受け答えがあったんです。でそして大臣の就任記者会見で NHK の記者がその戦後教育というところに食いついてきて、んでもってそれじゃあ教育直後はどうなるんですかみたいな質問をしたわけです。つまり文脈で見たときに教育直後を持ち出してきたのは NHK の記者で、そしてその後各種メディアが取り上げたのは教育直後のとこだけを切り取っての発言。つまりは NHK の記者がはめ込んだ、まあ、教育直後と言わせる、教育直後を認めてますよとこう囃し立てるための仕掛けがそこにはあるんですよ。でそもそも教育直後の内容を利用することについては OK という閣議決定が出ているんで、これを否定すれば閣内不一致とかって言ってどちらにしろ批判ができた、まあ、こうした状況をまるっと見たときに、もうこちら側の NHK の記者が柴山大臣の発言に問題ありと囃し立て騒ぎ立てるためのトラップということを私指摘しようとしたところ、まあ、とあるメディアではそれはマスコミのいつもの方法なんで批判することは難しいです。だって いつもの手口だっておかしいことはおかしいでしょと私は考えましたが、マスコミってそういう世界だそうです。マスコミの中だけで通じるルールや常識、方程式なんかがあるだよ。つまりマスコミというのはこんな人たちに限らず全体的に彼らの中での不分立というか常識というか、まあ、ルールみたいなものがあって、そこの枠内で戦っている、まあ、ざっくりと言うと大学のプロレス研究会のプロレスみたいなものと私には見えました。一方ネットでは柴山大臣の記者会見の前のそのツイートから全て見ることができ、記者会見も全部見ることができる。そして特定野党の議員の先生方の18連休どっか班に今台湾でナシゴレン食べてますっていうね、蓮舫さんとかね、そういったものを全て見ることができる。すると特別な技能や経験がなくても野党の先生ならできるのかなと、野党の国会議員ならできるのかなって、そしてそう指摘した私のツイートが拡散。この番組では繰り返し指摘しているように、今までこんな人たちだった、あるいはこんな人たちに引きずられた人たちまでもがこうトコ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 とこうみんなね、真ん中あたりの正常なあたりにやってきています。徐々にながら確実に日本正常化が進んでいるのは、今ネットに触れネットの情報を知ることによって、それはマスコミの論理でも特定野党の論理でもこんな人たちの工作員的なロジックでもなく、我々の常識に従って文脈を見て文脈から理解する判断することができるようになった。まあこうした点からも移民法、あ失礼、入国管理法のね、いろんな問題とかありますが、我々日本国民がまともな普通な常識に従った情報を得て考えることができるようになった。それはとても素晴らしい時代になったなと、予期せぬ大拡散バズった状態にしみじみと思う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あ、なんだろう、すいません、いつもの小芝居でした。はい、これこちらジェーン、 YouTube を国会へ招致せよバージョン。何かといえば、はい、スマホケース、スマホカバーになっております。こちらは、ベースというあの香取慎吾さん、元スマップ、今新しい地図で大活躍の香取慎吾さんがコマーシャルに出演されているベースというネット通販のサービスで、密かに宮脇チャンネルショップというものを開設しております。そこでスマホカバーを販売させていただいております。こちらもまた思いつきで始めましたので、今 iPhone の7と8用しかないです。ご希望がありましたらコメント欄なり、Twitter にお寄せいただければ、それぞれいろんな端末のバージョンもご用意できればなと考えております。こちらは、なんと、コードネーム、マヨケ、マヨケと呼んでおります。かわいいかわいい、さくらちゃんと、大地くん、そしてマスコットキャラクター。ごめん、忘れてた。ま、よろしければ、ショップにお立ち寄りいただき、またご意見なんかもお寄せいただければ幸いです。それでは今回もワンコーのコーナーでお別れです。バイバイ。
部晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。